どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、ガンマ線バーストが地球に当たるとどうなるのか、というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。ガンマ線バーストとは、ガンマ線とは何なのか。ガンマ線バーストとは、ガンマ線が短期間で爆発的に放出される現象のことです。ではそもそも、ガンマ線とは一体何なのでしょうか。私たちが目にする光は電磁波と呼ばれるものの一種です。電磁波は波なので波長があり、この波長が長いと電波、赤外線などと呼ばれ、逆に短いと紫外線、X 線、ガンマ線などと呼ばれます。このような電磁波にもエネルギーがあり、波長が短いほど高エネルギーになります。そのため、X 線やガンマ線、などは高エネルギーで有害な放射線の一種となります。中でも今回の主題であるガンマ線は最も高エネルギーな電磁波です。ガンマ線バーストの威力。そんなただでさえ強力なガンマ線が膨大な量を放出されるガンマ線バーストはとてつもなく高エネルギーな現象です。大質量の星が死んだ際に起こる超新星爆発と並び、宇宙最強クラスの高エネルギー現象とされています。そのエネルギーはガンマ線バーストにもよるため、一概には言えませんが、太陽が100億年の一生を通じて放出する総エネルギーと同等か、それ以上のエネルギーをほんの一瞬で放出してしまうものであると言われています。この地球は太陽のおかげで温暖な環境に保たれていますが、地球が受ける太陽のエネルギーは、その総エネルギーのうちわずか20億分の1に過ぎません。それだけ強大なエネルギーを放つ太陽が、生涯かけて放つ総エネルギーを瞬時に放出してしまうのが、このガンマ線バーストです。ガンマ線バーストの発生条件。これだけ超高エネルギーの現象なので、その発生条件も圧倒的にダイナミックなものになります。ガンマ線バーストの中でも継続期間が1秒以上のものはロングガンマ線バースト、それ未満のものはショートガンマ線バーストと分類されており、その分類ごとに発生メカニズムが異なると考えられています。ロングガンマ線バーストは超大質量の恒星が一生を終える際、星の核が自身の重力で崩壊してブラックホールが形成される際に放出されるというふうにされます。その際、超新星爆発も発生します。一方、ショートガンマ線バーストは、中性子星やブラックホールなどの超高密度なコンパクト天体同士が衝突する際に発生するというふうに考えられています。どちらも非常にダイナミックな現象絡みです。地球に当たるとどうなるのか。ガンマ線バーストの指向性。ガンマ線バーストは、そのエネルギーが全方向に拡散せず、ある方向に偏って放出される指向性という特徴を持っています。そのため、総エネルギーは超新星爆発と同程度とされていますが、このように方向が限定されている分、それ以上の彼方にまで影響が及びます。ガンマ線バースト自体、一つの銀河内で数百万年に一度しか発生しないとされる、とても珍しい現象ですが、とてつもなく遠くまで届くという特徴から、この広い宇宙のどこかで発生したバーストが毎日2、3個程度も地球に届き、実際に観測されています。過去の大量絶滅事例。これだけとてつもないエネルギーを放ち、遠くまで影響を及ぼすガンマ線バーストが地球の近くで発生し直撃しようものなら、地球上の環境と生命に甚大な被害が及ぶことが予想できます。そして実際、地球上で何度か発生したと考えられている大量絶滅のうち、今から約 4.5 億年前に発生した大量絶滅は、地球から約6000光年彼方で発生したガンマ線バーストが原因である可能性があるそうです。6000光年といえば、同じ天の川銀河内の空間なので、宇宙全体ではとても近所と言えますが、
それでも私たちが肉眼で見える星々のほとんどが地球から数百光年以内にあることを考えれば、決して近い距離とも言えません。その距離から放たれたガンマ線バーストにより、地球の全生命種のうち 85% が絶滅したそうなので、改めてガンマ線バーストの危険性がよくわかります。実際に当ててみた。では、このユニバーサンドボックス2というシミュレーションソフトを使って、地球にガンマ線バーストを当ててみたいと思います。まあ当然、こんな至近距離からガンマ線バーストを受けることは、まあほとんどないですし、厳密なシミュレーションというわけでもないので、あくまで雰囲気を感じ取っていただけると幸いです。で、ガンマ線バーストの設定なんですけど、エネルギーに関しては、10の40乗ワットという数値を採用しています。では、実際にやってみます。はい。今、時間を止めてるんですけど、まあ、このように当たった箇所に関しては、もう本当にめちゃくちゃ高温になって、青い光を放っているように見えてます。で、ちょっとでも時間を経過させると、まだ影響がないみたいですが、まあ、こんな感じで、地球全体が灼熱の状況になるという感じです。で、地球のちょっと状況を見てみると、なんかもう全体が、蒸発して地球の形を保ってない感じになってます。なのでこれは、真ん中にコアが残ってるんですけど、まあ、その周囲の地球の構造っていうのは全部蒸発してなくなったっていう感じですね。で、真ん中のコアの温度なんですけど、まあ、かなり下がって一応1万度っていう設定になってます。ただまあ、ガンマ線バーストを当てた直後に関しては、このように、まあ、ものすごく温度が高くなって10の18乗度っていう風になってますけど、まあ、あんまり考えられないんですが、それでもまあ数万度という温度になっていて、まあ、とんでもないことになっているという感じです。実際に起こる危険性はあるのか。では、将来ガンマ線バーストが発生して地球に直撃する可能性はあるのでしょうか。よく、オリオン座のアルファ星であるベテルギウスが超新星爆発を起こし、その際にガンマ線バーストも発生するというふうに言われることがありますが、実際はベテルギウスはブラックホールを残すことはなく、まあ、中性子星が残るらしいので、でガンマ線バーストも起きないようです。ですが実際にガンマ線バーストを危険なほど至近距離で発生する可能性がある候補天体というのはいくつかあり、その中でも代表的なのは、地球から伊手座の方向に約7500光年離れた WR104 という2つの恒星からなる連星系です。この WR104 はベテルギウスとは異なり、ガンマ線バーストを同時に伴うような爆発を将来的に起こすと考えられています。しかもその機会は一度ではなく、チャンスが何度もあります。まず、主星の、こちらの A ですね。こちらについては、今後、数十万年間のどこかで、ガンマ線バーストを伴う超新星爆発を起こすと見られています。そして、伴星である B についても、超新星爆発を起こしますが、ガンマ線バーストが同時に発生する可能性は比較的低いというふうにされています。そして、主星 A と伴星 B は、爆発後にそれぞれ中性子星かブラックホールを残すと考えられていますが、これらのうち一つでも中性子星が残った場合、それらがいずれ衝突した際にガンマ線バーストが放たれるというふうに考えられています。このように WR104 では主星 A の爆発、伴星 B の爆発、そしてそれらが生成したコンパクト天体同士の衝突という3つのタイミングで危険なバーストを起こす可能性があります。ガンマ線バーストが将来地球に直撃する可能性はゼロではありません。ですが、ガンマ線バーストの発生自体が非常に珍しい上、それがたとえ起きたとしても地球に直撃する可能性も極めて低いです。そして、いずれにせよ、そのリスクが現実的になるのは遥か遠い未来のことなので、今を生きる私たちが
ガンマ線バーストによる被害を心配する必要はないでしょう。ということで、今回はガンマ線バーストの特徴と地球に対するリスクの話をしてきました。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙分野の動画を投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。